オフの FA 投手市場日本のスター選手、吉野部山本がここ数十年で最も熾烈な争奪戦を展開した。ブレイクスネルもジョーダン・モンゴメリーも見出しを飾ったが、しかし、FA 投手で最も優れているのは間違いなく正体マナガだ。今永は MLB デビューから5試合で4勝をマークしている。4勝0敗、防御率0.98、27回と23を投げて28奪三振。左 1> 1と驚異的な成績を収めている MLB キャリア最初の5試合で防御率1。00未満、4勝以上を挙げた投手は1945年のデーブ・フェリス以来79年ぶりだと優れた数字を示した。さらに今永の契約内容にも言及した。カブスにとっては窃盗レベルの契約だ。 4年間で総額5300万ドル約80億円だが、今年はわずか1000万ドル約15億円、2025年は1300万ドル約20億円。お支払うだけなのだと、活躍の割には低年俸だと指摘している。今長には25年シーズン終了後にオプトアウト契約破棄の権利があり、一方のカブスは25年以降に3年5700万ドル約86億円で契約を延長する権利を持っているという。 そうなれば、26年と27年は2000万ドル約30億円、28年には年俸が1700万ドル約26億円になるようだ。またナイチンゲール記者は、今永の獲得から手を引いた球団名を公開。最終候補に残っていたのは、ピッツバーグ・パイレーツ、ミルウォーキー・ブルワーズ、ボストン・レッドソックスだ。ボストングローブ紙によると、レッドソックスは当初、2年2600万ドル約39億円のオファーを送って断られた。 その後にカブスと同条件で契約ができる立場にあったが、それを辞退したというと、移籍史上の舞台裏を明かした。これら3球団に加え、関心を持っていたより多くの球団幹部は、今、自らの判断を後悔しているだろうか。と記して記事を締めた。今永が叩き出している驚異的な好成績は、米国で大きな驚きをもって伝えられている。